おはようございます、ちえです。たかしです。ひだかです。いや、みんなひだかやけど。今日もひだかさんちへようこそ。ようこそいらっしゃいました。ですね、今回はまたちょっとね、珍道中に行ってきたんですよね。行きましたね、旅に。で、今回はどこへ行ったかというと、こんにゃくパーク。こんにゃくパークだけじゃないけどね、群馬にね。そう、メインこんにゃくパークっていう感じだったよね、目的はね、うん、でも、まあ、群馬に行ってきました。群馬に行ったことがなかったので、まあ、近いのでね、レンタカーして行ってこようということで行ってきました。はい。で、今息子が言ったように、まず行ったのが、せーの、こんにゃくパーク。今日はですね、こんにゃくパークに来ました。はい、こんにゃくパークがある群馬県に来ました。なんか群馬県と聞いてパッと思い浮かぶものってあんまりないんですけど、きっとなんか魅力があるんだと信じて。あとね、コメントでも書いていただいてたからね、うん、ちょっといろいろ楽しみたいと思います。まずはこんにゃくパークに来たので、行きます、行きます。どうでしたか、こんにゃくパーク。こんにゃくパークはね、夢は詰まってる。行く前にこんにゃくパークか、こんにゃくパークもいろんなのあんの、玉こんにゃくとか食べたいねーなんつって、うん、夢は詰まってる。詰まってた、うん、ほんと詰まってた。パンパンで行ったよね。そう、こんにゃくパークね。しかも何、入り口って言ったらいいの、入り口のところもこうわーっと、なんかもうこんにゃくパークですみたいな感じ。そう、エントランスにもいっぱいなんかね、遊ぶものとか、足湯ね、足湯とプールみたいな、あとど真ん中にセブン。足湯が、そして謎のなんだろう、何、スパ感なんて言ったらいいの。アジア感、アジア感、うん、こんにゃくとアジア感っていうね、その何とも言えないコントラスト。そうで、横はなんか分かんないけどハワイ感とか、ハワイ感があってね、なんか多国籍な感じだったよね。異国情緒あふれる。ひでちゃんもねいたしね。そうそう、あ、ごめん、なんだっけ、なんか言いたいことあったんだよね、こんにゃく。はい、言っていいよ。麺がね、ほとんどこんにゃくだったのでね、こんにゃくの味しかしませんでした。麺、中でね、無料でね、こんにゃくが食べれるんだよね。そう、無料でたくさん のこういうメニューがあって、焼きそばとかカレーとかね、もうラーメンとか、これはもうダイエットする人とかはすごく嬉しいなっていうぐらいの、うん、こんにゃくのメニューでしたね。そうそうそう、うん、こんにゃくパークの中にこうお土産買えるところがあるんだけど、間違ってうちら最初そっち行ったんだよね。なんかその施設回る工場じゃなくて、最初にそのお土産の方に行って、うん、なんかあらゆるこんにゃくが使われた商品を見て圧倒されるっていうね、うん、こんにゃくゼリーの詰め放題みたいな、混乱しております。これが全部こんにゃく、こんにゃくの、ね、商品がものすごい量が多いわけですよ。マジで本当にたくさんあるわけですよ。あっちにはバイキングですぐ食べれるものがあるんですね。こんにゃくミニバン、そう、それ言ったらダメだ。なんか最初ダイエット目的みたいな、そういう感じだけでこんにゃくを使ってるのかと思いきや、なんかもはやもうこんにゃくの粉入ったもん勝ちみたいな感じの。こんにゃく 5g でも入ったらもうこんにゃくケーキですみたいな感じで、どんどん、これはこんにゃくビジネス、ビジネス。ものすごい品が多くて、本当に圧倒されたし、でも僕の好きなやつがなかったんだよ。何が欲しかったんだ。カレーあったよ。カレーの具がお肉の代わりにこんにゃくを使っていたっていう、なんだけどね、こんにゃくなんて、リアルこんにゃくが入ってたよね、カレーには。だから多分ご家庭でやる、こんにゃくをカレーの中にぶち込んで、そのまま食べるっていうような感じのこんにゃくカレーっていう。そう、カレーはひねりがなかったっていうのがちょっとびっくりしたね。バイキングの
ってきたので食べたいと思います。これ何？ラーメン。ラーメン。こんにゃく。まあ、たくさん種類がありすぎちゃってちょっと取りきれなかったんですけど、すき焼きのこんにゃくと焼きそばとカレーと玉こんにゃくと唐揚げみたいな感じのやつね。で、何種類もあったんだけど、それが無料でね食べれるということで食べていきたいと思います。すき焼き風こんにゃく、まあこんにゃくだよね。おいしい。これは無料はマジありがたい。もうちょっと食べて楽しみたいと思います。本当にバイキングはものすごく楽しかったので、ぜひね無料で食べれますから行っていただきたいなと、うん、いいと思う。楽しめると思う。それで本当は最初に多分行くはず の上のね工場ですよね。工場見学ができるんですよ。あ、もうこんにゃくのそれを先に言ってください皆さん。そうするとなんとなくこう理解腑に落ちますから、こうこんにゃくパークのちょっとうちら間違えて最初にお土産コーナー行っちゃったので、いろんな疑問があったんですけど、上のね工場見れるところがあるので、そこ行くとねこんにゃく、ああ作ってんだみたいなね、商品のさそのところのインパクトが大きすぎてさ、工場はさーっと回っただけだよいやなんか工場地味ダイナミックなことをしてるわけじゃないから、まあ、ね、なんか工場っつうのね。そうそうそう、こんにゃくを煮るところとかさ、なんかそのなんちゅうの、こんにゃくの葉っぱとかなんかそういうわかんないけど、そういうところから見れたらなんかもうちょっとダイナミックな感じあったかもしれないけどさ、見れるのがもうこんにゃくの粉を水に入れてみたいなところだったじゃん、うん、だからなんか実験というかこんにゃくを作るところだけど、そうだね、そうだな、こんにゃく芋からの工程が見れたらすごくいいなとは思ったんだけど、こんにゃく芋すごい長い、ね、そう、こんにゃく芋のね身長ってすごいですね。180センチぐらい、ね、大人の背よりも高い、だから手必要なんだよね。僕よりも高かった。そういうふうにこう子供も学べるところはあるかなっていう感じかな、うん、以上、こんにゃくパークでしたそれからどこ行ったんでしたっけ。田島屋さん。田島屋さん、確かこれ動画のコメントで書いていただいたんだよね。あ、そうですね。おいしい、おいしい。何もらったの？靴持ち。靴、うんうん、おいしい。おばあちゃん食べてた。おいしい、優しい味。うん、本当は田島屋さんに入るとね、なんか美味しいものくれます。あ、そう田島屋さん行ったらあれなんだっけ、クズの、うん、ね、なんかおっぱいみたいな形でしたやつを入れてそうそうそう、ピーナッツみたいなやつをこのクズ湯を作ってくれる、富岡製糸所が昔あったところなんだよね。だからその養蚕業とかが盛んだったところだから、今でもそのシルクを使った、もういろんなものにこうシルクを使ってるっていうのが売りみたいで、その繭こもりだ、繭こもりっていう、そういうこういう中で伝統的なお菓子、これピーナッツみたいなの、白い塊とか、あと抹茶味とかがあるんだけど、それをいろんな食べ方できるんだけど、出していただいたのはそれを入れといて、こうくず湯みたいな感じして、きな粉とね黒蜜で、黒蜜美味しかった、いただいたよね。あったかくて美味しかったよね。で、僕らが買ったのがどら焼きで、あ、どら焼き、まゆこもり買えやってそうそうそう、いやもう食べたからさ試食をねさせていただいたので食べたから、どら焼きともう一個なんだっけ、あ、わかった、お餅、あ、わらび餅だね。わらび餅買った、美味しかったね、忘れてるうん、めっちゃ美味しい、これめっちゃ美味しい、これ2回言った、食べたっけ、食べた、食べた、きな粉に黒蜜のさ、だって僕いっぱいつけて食べてって言ってさ、そうか、あ、いろんな確か パーキングエリアとかにもその繭こもりは売ってたので、そこだけじゃないと思う、買えるとこ。でもあそこで食べれるとは思わなかった。そう、嬉しかったよね、思ってないし。
ほいで。はい、続いてはですね、また、これも峠の釜飯ですね。いいとこがあってね、すごくいいとこなんですよね。峠の釜飯、やってまいりました。本店です。明治18年創業ということでね、すごいです。建物がね、もうね、歴史を感じる建物。それでは正面の方行ってまいりましょうか。寒いし風が強いし、SL。さあ、峠の釜飯さん、やってまいりました。知恵は寒くて、覚えてます。はい、ホールです。はい、そうですか。はい、僕は卵のうどんを食べました。パパは釜飯、ママはそば。釜飯屋行くっつってんのにそばとか頼むっていう、もう言語道断ですよね。もう本当にわざわざ群馬に行って釜飯のお店に行くっつってんのに、そばにうどん。だってさ、はぁっていう。だってさ、なんかこう、あ、釜飯ってそういう感じねっていう。僕もあの見てからはさ、あのなんか、そうそう、しかもね、いろんなお店があるんだけど、その本店に行ったわけですよ。歴史のある本店にね、まあいろいろある、うん、ね、まあ、これも僕のエゴですよ。釜飯といったら、歴史があるんだったら本店だろうと、これ主観ですよ、もう全部ね。で、本店わざわざこう行ったわけですよ、選んでね。それ本店に行って何頼むって言ったら、うどん、そば。はぁっていうね。まあ心の中ではそういう感じだったんですけど、まあでも一つでも釜飯があればいいかなと思って。しかも釜飯っつってもほら、変わり映えないっちゃ変わり映えないでしょ。そう、あのなんか地元がね、どうしても函館とかさ、北海道だからさ、釜飯ってこのビジュアルって知らなかったんですよ。全然見ないで行っていて、その釜のね、内容を、え、そんなに詳しく見てなかったの私。なんか釜飯っていろんなものが選べると思ってそうなんだ。そう、なんか函館で釜飯っていうと、その海鮮を炊いて、ね、上にウニが乗ってたりとか、カニが乗ってたりとか、あ、そう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 いうのをなんか選べるところだと思ってて、行ったらなんかそのお土産のパックみたいな感じになんだろう、甘いものが乗ってるっていうのがちょっと苦手だったから、あの美味しそうなうどんで、あ、ママはあの美味しそうなそばを頼んで、そうそう、多分あの栗とか甘く煮た椎茸とかが苦手だから、あ、一個でいいなと思っちゃった。なるほど、うん、で、ね、次はホテルに行きました、はい、続いてはですね、旅館ね、小寿庵、小寿庵だったっけ、小寿庵さん、小寿庵さん、確か今まで行ってきたホテルとか旅館の中では新しいタイプの旅館でしたね、うん、はい、ご到着でございます。これが正面玄関ですね。こっちは何ですかね、お風呂ですかね。石垣を渡っていきまして、中に入っていきたいと思います。いやー、ここも歴史あると言ったらいいのか。あ、そうそうそう、歴史ある和っていう感じ。和だね。和でもなんかすごく新しい今風のモダンな和っていう旅館とかホテルは泊まったことあるんだけど、うん、あのね、貝とかそうだね、うん、でもここは本当になんか古い建物を綺麗に使ってるっていう感じの旅館ですね。なので海外の方、お友達でいる方はそういう方を連れていくとすごく喜ぶんじゃないかなっていう感じだと思った、うん、ね、サムエを着たスタッフの方がお出迎えしてくれて、ここ超いいよ、マジで。いいよね。あと木の椅子とか、うん、木のテーブルとかあったし、よかった、うん、あったあった、暖炉もあったしね。そう、はい、それではですね、小寿庵さんやってまいりました。今日僕たちのお部屋は霧壺というお部屋になります。
早速入ってみたいと思います。はい、ほう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 、一番最初に出てきたのは洗面所ですね。洗面所がいきなり出てくるわけですね。なるほど。洗面所からの、ちょっと暗いんだけども、冷蔵庫があるというね。はい、トイレでございます。はい、トイレは、ちょっと古めの感じ。松寿園さんね、かなりね、本当年季というか、歴史というか、ある感じなので、本当にね、僕は好きですね。風合いがあるというか、じゃあお部屋、ゴー。こたつがあると動けなくなります。そうよね。あったかい。じゃあどういうものがあるか。おお。これやばくない？これ知ってる人。家これだった？家それだった。なるの？それに受話器になんかパンチみたいなのがついてる。マジで？あ。なんかね、こういう蓋と、蓋じゃねえや、なんかあのカバーね、カバーがあったと。なるほど。でね、続いてこれなんですよね。これ何なのかなって最初思ったんですけど、お風呂、脱衣所のところに、脱衣のカゴがないということで、多分広くしてるのかなと。で、なんかね、このアメニティとともにね、なんかこれをお持ちくださいっていうことでしたね。ということでねはい、これですよ、これですよ、これですよね。やっぱりね、やっぱ2月もう冬といえばこたつにまんじゅう。そうです、こたつにまんじゅうですよ。柔らかい、うまい、やばい、うん僕ら結構あのうるさいんですよね。何がうるさいって、あのスタッフさんのなんかものだったりとか、その接客とかね、あのご飯だったりとか、そのここがこうだよなだよねっていう、まあ言ったらあのブータル文句を言うわけですよ、まあ、僕らは。でもね、ここはねすごくね、あの僕は大好きなんですよね。何がって言ったら、まずリーズナブルにその歴史のある日本の和を感じたい人で、かつ、そのスタッフさんの、接客だったりとか、その上品なその空間や時間をあの味わいたいという人たちはここめっちゃおすすめです。ああ、そう、スタッフさんのホスピタリティに不満はなかったよね。ない、変な対応がなかった。ごめん、さっき言ってくれた良かったとこなんだっけ。DVD もあった、いっぱい、うん、そうだ ね、お部屋にね DVD プレイヤーがついてるので、たくさんね玄関のところに漫画とか DVD が置いてあるので、子供もね、大人はそういう何もない空間っていうのを楽しむんだけど、子供ってやっぱりそれを楽しむのはまだ難しいので、なんかね漫画とか DVD とかそういうのがあると嬉しいと思うから、そういうのがあったのは良かったよね。だから子供連れでもいいと思う。あ、子供連れといえばお風呂が良かったよね。うん、貸し切りにできるお風呂が2つあるんですよ。変な予約いらないしね。そう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 、空いてたら、すぐ入れるんだけど、それがとっても良かったよね。あと極楽って言っちゃった、本当に。そこで洗えないっていうのがね、洗わせてよって思うんだけど、洗い場がないのがあれだけど、でもまあね、私なんかはいつも一人で入ってるし、ね、息子とパパは男子だから二人で入れるけどさ、めっちゃ遊ぶよね、うん、私は一人なので、いつも寂しいなと思ってて、あそこからあの女性と男性がつながってて、あのここに隙間が空いてて、ママって言ったら、それもよかったね。今でも多いと思うんですけど、銭湯スタイルなんですよね、作りが。なので昔も私、父とかあの親戚とよく銭湯に行ってたんだけど、な、今何してる、上がる、次頭洗う、何するみたいな感じで、こう男湯と女の湯の掛け合い、今あんましないね、しないね、してる人いないよね。昔は結構よく見た風景なんだけど、
よくやってました。なんかそれがあって懐かしい感じがしたよね。お風呂も綺麗だよ。めっちゃ綺麗。すごい綺麗。あの露天風呂もあって、うん、なんか露天風呂も綺麗。最近で一番癒された露天風呂だった。うん。そう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 。そうそう。なんだろう。いや本当ね、お金っていうかその金額に対してのそのパフォーマンスがいい。あ、そうそう、よかったと思う。そういうこと。充実感があったなと。本当ね。サービスも。ご飯も、まあご飯はね、ちょっと子供だからバイキングは本当は良かったけど、バイキング、そうね、子供バイキングだと喜ぶけど、でも美味しかったよね。いや、美味しかったね。群馬なので、山の幸と川の幸が多いんだけど、うん、それもね、一つ一つ美味しかったし、まあね、バイキングとかそういうのがいいなっていう方は食事なしで泊まるのがいいのかな。でも周りにね、食事するとこなかったかな、うん、下まで降りないとね。ないね。落ち着きたいっていう人たちはマジこれね、2泊3泊した方がいいよ、うん、今回1泊だったけど、うん、あらへんうんってやっぱ思うよね、うん、やっぱね、うん、もうちょっと泊まりたかった。そうだってあっ、うん、自然を、ね、周りの自然を楽しみながらもうちょっといたいなっていう感じがしたよね。した、うん、すごい落ち着ける宿でした。温泉がやっぱり良かったのかな。なんか当たら着きすぎず離れすぎずっていうサービスもすごく良かったなと、うん、いや本当ね、疲れも取れて、なんか帰るのがね寂しかったというか、そういう気分になるぐらいな群馬でしたね、うんうん、群馬の最終的にはいかがでしたか。そっか、帰りも寝て帰ったしね、私たちね、まあ、2人は相当ほとんど寝てた爆睡して帰ったっていう。僕はね、まあ、車を運転していたので、まあ、ゆっくり見ることはできなかったんですけど、群馬に行くところで確かに何もないですよ。ただね、自然っていうのがすごいね、綺麗だったなっていうのがあって、うん、山、岩岩、うん、壮大さ、自然の壮大さみたいな、なんかね、何気ないその中で感じる、いつも感じられない感動みたいなのがあったかな。それが今のその車を運転してた空だったり、まあ自然だったりって言ってるのと、あと人の優しさで、その歴史とか静かな空気感とか澄んだ空気感、何もないところを楽しめたとかね、今旦那が言ったけど、そういう自然を楽しむっていうのと温泉を楽しむことができたので、すごくいい経験になったなと思います。またね、違うところを見つけに群馬に行きたいね。うん、私違う、こういうとこいいとこあるよって、僕ら の目標はなんだっけ、レンタカーでこう日本全国を回ることです。皆さんのおすすめのところを回って行くっていうところなので、ぜひ何かあれば下にコメント欄にここに来てくださいとか、何曲来てください。で今回もね、夜ご飯できればねなしにして、地元のもの食べたかったんだけど、食事なしにができなかったので、泣く泣くね、まあ、ちょっと夜食のシーンはあるんですけど、また行きたいなと思いますので、下にコメント欄にここに来てくださいっていうのを書いてくれたら嬉しいです。書いてください。嬉しいです。はい、今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた次の日高さん家でお会いしましょう。来てください。バイバイ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 。ハイフレンズ。はい。今日は群馬のどこですかこれ。小術庵。小術庵。本当に？まあちょっとわかんないんですけど、ここに来る間ね、ものすごいね、面白いのがね。あったの、あ、ミスしちゃったとコンビニでね、もうパパがもう一目惚れ、何これって思って、もうちょっとこれは絶対すぐ取りたいと思ってね、札幌ポテトバーベキュー味っていうね、それと思い出す、じゃん、ピザポテトのラーメン、これやばくない、これラーメンが焼きそばになってしまったという、ものすごい楽しみなんだけど、このままの味だったら超ウケる。ちょっとね、これをね、夜食で、3人で食べてみたいと思います。思います。それではクッキングスタート。スタート。はい、3分経ったのでピザポテトを開ける。うわ、すごいよこれ。
なんかね、まずちょっと混ぜる前ね、すっごい匂い、これあの粉末なのよ、あのいい香り、粉末の感じで仕上げの小袋って書いてる、うわすごいねこれ、消えそうに、そのこっちそっちの小袋、うわどうしたの匂い来た、あ確かにね、あのピザポテトの匂い、どうぞ、うわぁ本当だ、ピザポテトのまんまの匂い、まんま、すっごい、あの袋の中をまさに鼻突っ込んで嗅いでるみたいな感じ、はい、麺は普通、スープはちょっと赤い、スープから、うわぁマジピザ、ハハハハ、食べていい、わあ。いいこれ、いいよいいよいいよ、ピザポテトのさ、スナック菓子知ってる？知らないけどピザポテトの匂いが知ってね、あの多分知らないからこそなんか先入観がないから普通に食べれるんだと思うんだよね、あれでしょ、あのバーベキュー味のやつだよねこれ、ちっちゃい今鼻詰まってんのかな、手術したのに手術全然効かねえの効かねえのあ、鼻あんな煙出して燃やしたのに全然効かねえのびっくりするわ、満点が3点だとしたら何点ですか、うん、これ、うん、せーので、3点ちょっと待って、2点ごめんね、俺ね、1点だわ、うん、私も1点なんでしょう、まあ、私は個人的にあんまこういう何を表現したみたいな感じのカップラーメンとか買わないので、うん、買わないね、まあ、うんなんだろう、もう興味本位で買ったっていうね感じで、多分買われる方もいらっしゃるんじゃないかなと、そして美味しい、いやいや美味しいでしょって思われる方もいらっしゃると思いますが、すごく楽しいあの夜食をねいただきました、ごちそうさまでしたごちそうさまでした、はい、日高さんちの夜食でした、はい、また明日、明日運転頑張ります